白鳥座デルタ星は白鳥座の恒星で三等星。西暦1万1600年頃、4世紀ほどにわたって北極星になると予測されている。この星系は三元星であり、二つの星は接近しており、もう一つは少し離れている。この配置は安定している。肉眼で見える青白い星は準巨星である。この星は主系列星段階の終わりに近く、 他の熱い星と同じように高速で自転している。近い晩星は紅白色で F 型の6等星で明るさは太陽の6倍、質量は1.5倍である。遠い晩星はオレンジ色の12等星で明るさは太陽の38%、質量は70%である。アラビアではゼータ星、イプシロン星、ガンマ星とともにアルファエリス。 古代アラビア語で、機種の意味というアステリズムを構成する星の一つとされた。2018年6月1日、国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループは、白鳥ザデルタ星への固有名として、ファエリスを正式に承認した。ありがとうございます。